皆さんこんにちは。 FC 東京ディフェンダー中村穂高です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。厳しい状況が続いていますが、皆さんで協力して乗り越えましょう。今日は自分がいつもやっているストレッチをご紹介します。まず四つん這いになって、できるだけ膝を外に開きます。で、開いて腰はあまり浮かさないようにして、左右の膝を回旋させます。左右5回ずつくらいが目安だと思います。皆さんもぜひやってみてください。